行くよ。こんな。また来てくれよな。何を作りたいんだ？また来てくれよな。さあ、行くぞ。確実に二人だけ助けるか。
戦った全員助ける賭けに出るか。俺は…の。行くぞ。行くぞ。一度行く。そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話はその後でいい。ライナ、おい、てめえふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったか。なあベルトルさんよ、何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナ、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊したやつが命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は
壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず、無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し、記憶の改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな、ベルトルさんの呆れ顔を見るに。ふざけんじゃねえよ。お前らな、お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよ。お前は反省してほしいのか、謝ってほしいのか。それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うが、その通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだい、ライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。あれは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ、クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前、連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今あいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。お前らが今クリスタを連れていかないのなら、ここでお前らと戦って邪魔をする。エレンはこの森のどこかにいるはず。早く探さなければ。邪魔な巨人がうようよいやがる。これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。狙い通り。これだ。当然さ、行ってやろう。うざ、倒さ。
ってやろう。いざ。相手する。ライナ、ベルトルト、どうしてこんな。やっぱり君は前線に出ない方が。何度も言ってるけど、それは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。捕らえた。兄さん、すごいよ、その調子だ。ここが拠点さ。巨人の数が多いな。無事でいろよ、エレン。ライナーもベルトルトも敵だったなんて信じらんねえ。奴らの口から直接聞くまでは。落ちた。捕らえた。完璧だろ。あんなの余裕さ。狙い通り。落ちた。当然さ。エレンが連れ去られてしまう。急がなければ。エレンがおとなしく連れ去られると思うか。いや、
力の限り暴れまくるはずだ。大丈夫さ。落ちたな。相手する。狙い通り。ドライバー。おっ。おっと。この叫び声、もしかしてユミルか？現れたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘。クリスト、クリスト、クリストまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。あんなの余裕さ。よし、我々も作戦を開始するぞ。まずは森林内の貴公子を撃破せよ。討伐対象は貴公子のみ、通常種は無視せよ。我々に残された時間はわずかだ。急げ。先ほどの命令、何か狙いがあるのか。何を企んでいる。ここらじゃ。落ちた。当然だ。この貴公子、いきなり襲ってきやがった。誰か手伝ってくれ。行ってやろう。エルヴィンの野郎、貴公子だけを倒せとは一体どういうつもりだ。倒した。無駄な。あんなの余裕さ。相手する。貴公子め、いきなり襲ってくるなんて。誰か奴の討伐に協力してくれ。行ってやろう。おかげでなんとか助かった。
あんなの余裕だ。当然さ。準備は整った。カクン、巨人を引き連れたままでいい。私について来い。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。総員突撃。ユミル、邪魔をするなら先に殺さなくては。いざ。よりによって拠点設営を邪魔する気か。捕らえた。当然だ。よし、これで巨人をここへ誘い込めるな。
助かったぞ。この拠点を設営すれば巨人を誘い込めるはずだ。相手する。彼女がユミル、道を阻むなら討伐するより他ないな。鎧の巨人に取り付け。エレン、今行くから。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト。いいの、二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの？兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく様々な拷問が。悪魔の末裔が目だやしにして。